消しましょうかね。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。時刻午後8時30分回りました。ここからはですね、沖縄ツーリズムラボのお時間となっております。この後21時までどうぞお付き合いください。ということで、研究員の伊藤がですねお送りしてまいります。ということで、今日はですね、普段一緒にラジオをしております研究員のザトがですね、出張の最終日ということで、今頃多分羽田から沖縄に飛行機で戻ってる最中かなと思うんですけどもね、ただ今日は一人ではなく、なんとですね、一人ゲストの方をお招きしております。どうぞ。はい、研究員の牧です。よろしくお願いします。2回目。はい、2回目です。ということでね、しかも今度の2回目は自発的にそうなんですよね、はい、ということでね、今日 FM 宜野湾、沖縄県の、ね、宜野湾市というところの、普段は天空スタジオなんですけどもね、今日は夏祭りスタジオからですね生放送していこうかなというふうに思っております。今日 FM 宜野湾浴衣デーということで、ね、めっちゃ前の前の番組の方とか浴衣着てるしと思って、でミキシングのキャン氏も浴衣だしと思ってるんですけど、いやちょっとね、事前に言ってくださいよ、本当にもう持ってんの以上ですね、あの青材がありますね、浴衣生地の青材があるんで、それを着ることはできたんですけど、すごっ、言うべきだったな、これは。ちょっと俺も今日なんかスタジオ入ってきて、あーってでっかい声で叫んでしまったでもいかんせんね、この前に打ち合わせがあって、それからそのまま来てるんで、さすがに打ち合わせに浴衣で行く自信はなくて、いまだにちょっとね、仕方ないかななんて思いながら、普段のようにラフな格好で来てしまいましたが、でもね、梅雨明けしてやばくない？最近暑くね。暑い、暑いよね、暑い、日中ね、本当にもう九州とか、ほら先週だと静岡がね、また梅雨の名残で、非常に大変なことになっていたんですけど、沖縄ね、多分あれ沖縄にいたやつでしょう、間違いないです ね、あの豪雨ね、宜野湾も結構ね、やっぱ被害も多かったということで、沖縄で あそこまで来たら本土は大変だろうね、大きい川があるから。そうですね、皆さんのお住まいの地域の梅雨状況いかがでしょうかということで、今日も、のびのびとですね、楽しくラジオを行っていくんですけれども、沖縄県宜野湾市にあります FM 宜野湾では、通常の、ラジオ放送に加えて、インターネットのツイッターツイキャスですね、ツイキャス、YouTube でも生放送しているということでございますので、ぜひあのラジオをお聞きの皆さんはですね、メール 797@fmgino1.com から、そしてツイキャスでご参加いただく方はね、チャットなどどしどしお送りいただけましたら、こちらの方からもね、お読みしていきますので、どうぞご参加ください。じゃあ今日はラジオを聞いている皆さんにもですね、一つテーマとして、皆さんSDGs 聞いたことありますかね。 SDGs 最近どっかでよく耳にするよねっていうことを、あるかもしれませんけれどもね、持続可能な社会形成をしていこうということで、うちらも、タイトル名が沖縄ツーリズムラボということで、いろいろね、旅行に関して商品を作ったりする中において最近やはりそういったニーズというのは非常に高いんですけれどもね、皆さん聞いたことある方々は、自分が一番気になってるやつね、例えば何番のこういうことですよとか、なんかそこら辺ちょっと意識し始めましたとかね、そうまつわるエピソードとかあれば、ちょっと今日真面目な系でねいければなと思ってますので、ぜひ聞いていきたいなと。ちなみにマキちゃんは、圧倒的4番ですね。質の高い教育を。はい、質の高い教育。なるほど、はい、その心は全ての規定になると思うんですよね。確かに教育が、確かにこれで難しいところだね、はい、僕は一番好きなのというか自分にマッチしてるなってものは11なのよ、住み続けられる街づくりをね、
なんだけどもそれをしていくためにはやっぱ人なんだよね。そう、人なんですよ。だから結局のところはね。そうで4番も確かになって最近マジ身に染みるわけ身に染みるんですよ。なんか、ね、がしかし多分この4と貧困をなくそうっていうところが多分同じぐらいのところで、そこの根底を改善していかないといけないなってのをね、ちょっと思うとこだなみたいなところもあってね。まあ旅を通して僕がね描いてるビジョンっていうのは、旅行に新しい価値をね、そう、旅行の新しい価値を創造して明るい社会形成っていうところがね自分のビジョンでもありますのでね、まあ、その中で SDGs にもね何か貢献できればなと思ってるんですけども、あとねこんなことを意識して取り組んでるよとかね、そういうお話も聞いてみたいですね。そうですね、せっかくなんでぜひ聞かせていただければと思います。多分そういう意味でいけばお姉さんあれよね、はい、先駆者よね。えどの辺なんかやってるでしょ。あ、そうですね、まあ、先駆者というか、今は家にですね、うん、生ゴミコンポストを置いて、全部生ゴミを、そこも入れてるんですけども、うん、ゴミの量がめちゃくちゃ減りましたね。なるほど、うん、びっくりします。じゃあ、うちのさ、はい、研究員のさ金城博樹っていうさ神様がいるんですけれど、もう僕が神としても崇めてる、あの人もめっちゃベタ褒めするよね、マキちゃんのことをね。もうこの人さやばいよみたいな。いやでもなんかいいよね、そういうなんか結局 SDGs ってみんな何番何番って思われてるけど、結局あれって手法の一つで、あれの何番を達成しようじゃないじゃないですか。そうですね、そうそうそう、大体ね、そこを可視化されてるのが SDGs の1から17で、うん、まあ、みんなそこに引っ張られすぎてしまってるっていうのをね、ちょっと一つずつでも変えていって、まあ、あれ最終的には一人一人が何ができるか、どういったことから取り組みを始められるのかとかね、意識することですので、ぜひ、皆さんもね SDGs にまつわるお話とか、そういったのがあればぜひお気軽にお寄せいただければなと。たまにはこういう真面目な話もできるんですよ、僕リスナーの皆さん、わかります？いつもざととおちゃらけてはいるんですけどね。普段もう何喋ってるんですか？普段やばいよ、とりあえず笑ってるキャンシーを巻き込んで、でリスナーの皆さんと賑やかに、そう、なんか早くコロナ明けないかなとか、宇宙ってどうなってんのかなとか、数学のめっちゃこういうことって面白いよねとか、あんまり楽しんでる、この時間を楽しむ、いかに。なるほど、そう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 、そういうところをねやっていこうかななんて思ってますけれどもね、はい、今日一つね我々としてもテーマを持ってきてね、まあ、せっかく沖縄ツーリズムラボでもありますのでね、まあ、沖縄の隠れスポット、この前聞かれたわ、北海道の生徒たちに。やっぱ聞かれますよね。聞かれた、なんか地元の人しか知らないような穴場的スポットってどこかありますかって言われたわけ、そう、どこかある？あ、俺から行くと、はい、俺からしたらもうマジで東海岸、宜野座とかさ、宜野座のヒーピー浜ってところがあるわけ。ヒーピー浜、そう、あそこはねマジでおすすめ。あんまりバラしたくないんだけどいや、じゃあマジで意外とバラしたくないけど、これラジオ聞いてる皆さんに沖縄観光マニア、まあ、沖縄のローカル観光マニアとかの、まあ、沖縄観光イノベーターの伊藤さんがおすすめする秘蔵スポットはね、ヒーピー浜だね。あ、なんでヒーピー浜そんな好きなんですか？何もない。あ、道が1本しかないわけ。1本しか道がないから、その道を知ってる人しか行けないプライベートエリアなわけ。なるほどなるほど。で、無駄なのがない、だからいい。うん、あ、いいね、ドローン飛ばしても楽しいしね、あそこはぜひ行ってほしいなと思いますね。そう、あ、でもラジオ聞いて皆さん、他の人に行ったらダメですよ、ヒーピー浜ね。はい、マキちゃんは、あ、場所ですか、うん、私はですね、このシーズン夏になったら必ず毎年行く場所があるんですよ、はい、それが東村にある荒川川、ほう、荒川じゃなくて荒川川なんですね。川がかぶると、そうそうそう、本当になるほど、新しい川の川って書いて荒川川なんですけども、どこら辺？ですね、昔、高江の共同売店があったあたりの下って言えばいいのかな、はい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 、結構降りるところ、そうそうそう、なるほど、そう、あそこを降りていって、川にぶち当たると、歩いて川をそう登っていって、1時間ぐらいで滝に着くんですよ。出たすいません、好きなパターンで、私の出た、お前ザトと同じ町でマニアックこの前マーボーとね、ね、あ、そうそうそう、うん、ちょっとまたあれもちょっと言えない場所だけどね。そうそうそう、いやでもね、そういうとこいいよね。何がいいんですか、そこの。なんだろうな、簡単に行けないところが好き。あ、なるほど。なんといっても
残念ですけどごめんなさい、これはですね多分行ったことがない人だけで行くとちょっと行き着くの厳しいと思います、うん、なるほど。なんでかっていうと川の中だけ歩いても行けないんですよね、深みがすごくて。泳げってこと？いや、まあ、泳いでも行けるんだけども迂回か迂回する、その迂回ルートを知らないと多分行けない。インチキでしょそれ。いやいやいや、なんでよ。なんでその自分だけ取っておきみたいな。俺のヒッピーハンマーは別に Google アースでピッて言っちゃうまあ、でもそういうところもありですね。そうなんですよ。だからこそ、例えば地域のガイドさんとかにお願いをして、うん、なるほど、一緒に行ってもらうとかするとすごくいい、あの楽しめる景色とかあとは工程があるんじゃないかなって思うんですね。ちなみにそこで一番何やりたいですか？やっぱりあれじゃないか、こうなんか飛び込む。お、滝から。なんかああいうのはないの？ザトはなんかモンゴルかどっかの原っぱで全裸で何かやりたいとか言ってたけど、全裸、いや、そういうのは、そういうのは、ちょっと全裸の欲求はないかな。じゃあこう解放されたらなんかできないじゃん、普通ね。そういったところだったらできるのかなとか、なんかそういった願望はないのかなとかさ、なんかただひたすら寝っ転がって星だけ見たいとか。うん、でもね1時間頑張って歩いて到着した時のランチが美味しい。なるほど、最高。いいね。なんですよ。じゃあ今度あのツーリズムラボで行きましょう。あ、じゃあぜひぜひお願いしますね、はい、ということで、ではじゃあ1曲ここであのご紹介しましょうかね。 TM レボリューションホットリミット。メールが来てます。あ、じゃあ確認します。皆さんこんばんは。お、おメールいただきます。喋ってるのはあれですか？あ、マキさん、あの画面の向こうでは。ああ、なるほど。これか。ザコちゃん、こんばんは。薬蜜逃げるは橋だから薬蜜。なるほどなるほど。これ今日見上がったの見たら絶対喜んだわこれ。あ、これ違うの、ランタンフェイ、重ねやつか。どこだっけこれ。なんだっけ、最近なんか見たアンブレラスカイ。うんうんうん。いや、これ行きたい。これマジで、おいや、道の駅にいたまんでやろうと思ってたっけ。うん、あ、え、観光協会にいるときに。あ、結構前、そしたら。そうそうそう。うん、やられたよね。これいい。ねー。あ、でもね、なんだっけ、那覇市内にこんな場所がある。へぇ、あ、平和通りじゃん。え、平和通り。平和通り、あ、あ、パラソル。あのね、確かにそうなんだけども、あのね、恵比寿通りわかる、上があのステンドグラスみたいな感じになってるわけ、うん、うん、ただのこうトタンとかじゃなくて、それがちょっと綺麗で、伊藤城さん、なんで僕伊藤城になってるんですか。今は阪神に勝ち寄ったらどうでもいいが悪い。あ、そうそう、ヤクルトのおばさんと仕事なんですよ。そう、浴衣姿じゃないっていう。ごめんなさい、もうね、伊藤さん攻めてあげてください。あ、これね、あるあるね、うん、そうね。おお、国は不平等なくそう、いい、うん、そういう場所は教えない。まあね、まあ、そういうやり方もある。いい。宮里の先輩がいる。あ、これだ、恵比寿通り。うんうんうん、あ、そうです、そうです。スプリングさん何でも分かる。マリン、おー、いいですね。SDGs、 SDGs ね、意識してるのは4番ですかね。何番がいいですか？4番の教育、質の高い教育を、はい、やっぱり地域の見守り活動してるので。ああ、大事よね。大事、本当に大事。もうそうだから、本当はこの理想はカープボーイさんがいるみたいな、うん、そう、こういう新しい言葉を使わないのが一番いいことだよ。そう、本当は根底にあるものだから、ただそれを何だろうな、普及させるためにはやっぱり象徴的なものが必要だから、ああいう風になってるっていうね。あと今回世界に統一したってことがすごい素晴らしいですよね。そう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 、うん、だからあれって一概にできないっていうのがまた複雑じゃないですか、うん、貧困国の人たちにね、言うと先進、うん、お前たちもやっと来てじゃんって言われたら、もうこれだけで何時間も話せるんだよ。まあ確かにね。じゃあ一旦マイク開けますね。はい。沖縄県宜野湾市 FM 宜野湾夏祭りスタジオから生放送でお送りしております沖縄ツーリズムラボ、この時間は各社の提供でお送りしております。はい、
次50次の曲あ行った関さんに、うん、あいいさっき言ったさ、はい、何分ぐらいですか次、4分29秒です。じゃあ52分ぐらい流しましょうか、うん、51分ぐらい、はい、あ泳ぎに行きたいな。嘘。うーん。全然行ってないなっていう、うん。行きたくてもなんかね、みんな集まるのがちょっと。今ね。うーん。本当ね。めっちゃ気になった。日本とベトナムのコラボってめっちゃ気になった。そうあれでしょ、さっき青材って言ったから。ああそういうこと、ね。そうそうそう。もうびっくりしたわ。確かに俺はベトナム人とも似てるけど。いそういそうちょっと薄いベトナム人みたいな。はいでは5秒前で、はい、3、2、沖縄県宜野湾市 FM 宜野湾の夏祭りスタジオから研究員の伊藤とマキちゃんで生放送でお送りしております沖縄ツーリズムラボの後半戦ということで皆さんからたくさんメッセージもいただいてますので紹介していきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、武蔵さん伊藤さんマキちゃんリスナーの皆さんこんばんラボラボということでこんばんはっす夏祭りスタジオ生放送お疲れ様ですということで、ね、いつもありがとうございます。ザツちゃんマキちゃん伊藤さんお浴衣姿じゃない。そうなんですよ。そうなんですよ。マジ普通で来てしまいましたね。そんなラジオ木の実さん浴衣ね着てますか。ぜひ皆さんもね来て一緒に楽しんでみてくださいということでありがとうございますね。そして、シプリームさんも、多分青材の話に反応したんですかね。ベトナムのコラボ俺最初自分のことかなと思ってドキッとしましたわ。メール、いただいてますのでメールも紹介していきましょうということで。こんばんはということで、ね、逃げるは恥だが役みつるですということでシプリームさんありがとうございます。いつもね おひねりをいただいて沖縄梅雨明けて、夏本番ですけれどもお盆明けまで緊急事態宣言延長されることも決まり今年の夏も沖縄に行けそうにないなということでね残念本当にね、ちょっとなかなかへこむところでありますけどもね緊急事態宣言なんかウイルスのさ集団免疫よりさ緊急事態宣言に対する俺集団免疫の方が先にできてくるんじゃないかと思って、うん、そうですね人の動きがなんかそうなんですよ ね, ねウイルスの免疫から先に行きたいなと思うんですけどもね、うん、おとぎ話の世界のような写真アンブレラスカイこれさこの写真ザトが見たらマジ喜ぶわ確かにこれ来週見せてやろうあいつに本当に、ね、いつも綺麗な写真ありがとうございます。そしてね、いろいろね、メッセージもいただいてどこまで行ったかなそっかここかね、SDGs についてということでちょっとお話をしたんですけれどもね、シプリームさん自分は、人や国の不平等をなくそうだなっていう10番ね、確かにこれもね大切ですよね、うん、この一つのボーダレスな社会を作っていくのもねやっぱ大切だしねやっぱただねみんなが平等ってこのまた平等の価値観も違うからねそうなんですよね何をもって平等とするかっていうところのね一定基準もあるのかなと思います。ありがとうございます。そしてねこれ理想ですよ SDGs ってまたわけのわからない新しい言葉を使って何するつもりかねとかね本当はだからそんな言葉がない社会がいいと思う。そうそう本当はそうなんですよね。そうまさにおっしゃる通りだよね。そうただね、うん、愚かかな人間そういうね、目で見える一つのアイキャッチがないとやっぱね、うん、一つになれないっていう人間の愚かさもあるのかなと思って僕いつも思うんですよ。結局みんなこうユニバーサルツーリズム、ね、みんなが使いやすいとか言うけど、うん、差別偏見とかそもそもそんな言葉がない社会を目指していかないといけなくて、ね、本当のユニバーサルツーリズムユニバーサルな社会ってね、うん、それなんかバリアフリーって言葉がないことが一番いいわけなんですよね。そうですね。そうそうそうね。うん、まあ、だから本当にね、こういうところをやっぱ整えていくっていうのがね、これから未来の人たちに負担をかけない取り組みの一歩かなと思いますね。ありがとうございます。本当にね難しいよね。最近のバルセロナ、あのフランス代表のやつ2人も確かにあのね差別ね。もうこういうの本当になんでかね。もう人間愚かだよね。なんかいつも思うわ。いつになったら楽しい社会がさ。みんなでハッピーに生きようぜ、ね、みんなで一つの目標を持ってハッピーに生きようぜっていう社会になるためにはどうしていくのかなってのがね、うん、人間が考えないといかないなと思うんですけどもね。そうですね。っていうか緊急事態宣言がさ22までとしたら来月の、はい、22ですね。まあまあ長くね。長いもうちょっとこれ聞いた瞬間も驚きですよね本当にもう。なんか思う政治家とメディアと活動家のゲームに付き合わされてる気がしてきた最近、うん、なんかやれああだ言えばこうだ
こう言えばああだいろんな多分ね、うん、意見があるのは分かるけど、なんかとりあえず一つにさ、うん、今判断することじゃなくねと思う。なんか必ず今評価しようとするじゃない政治家とか、うん、政治家の評価って先じゃない。そうですね、落ち着いてしようぜみたいな、とりあえず一丸となって何かやろうぜみたいなところにしないと、もうそろそろやばいよね。国民も飽きてきたんじゃん。ね、まあ正直飽きてますね、うん、結構違和感あるいろんなところで。なんか大谷翔平君が先週、ね、テーマになってたけど、結構バンバンってホームラン打つシーンが流れて、うんうん、でその後ろで見てる観客の人たち、アメリカのもうマスクしてないわけ今、うん、みんな ね, そうですね、あのそうワクチンやって、うん、やってるから、うんうん、だからそこは大谷のホームランのシーンを撮って後ろのマスクしてない人たちの頃は撮らなくて、うん、でも日本ではやれオリンピック人入れるのか入れないのかとかで、うん、じゃあなんか先にだからワクチン日本頑張ってやっときゃもうできたんじゃねとか思うし、うん、だからいろんなところをもっと、ね、視野とか広く高く視座も高めて視野も広げて何が一番いい姿なんだろうっていうのみんなでさ、うん、やらないとなんかやばいよね。そうですよね。そう最近なんか SNS 見てても人の心にもうだいぶ余白なくなってきてるなと思って、うん、あ、そうそう、それはすごい感じますね。感じるよね。うん、ね、そう、余裕がない。余裕ないよね、人の心にね。うん、だからみんなもうちょっと余白持つ、どうにか。そこをなんか目指したいね、この FM 議論発信で、うん、聞いてるリスナー一人一人の心にちょっとでもいいから余白、うん、ね、作っていけるようにしていきたいなっていうのがさ、もう最近思うわ。あ、なんか今いいこと言ったみたいなこと。俺いつもいいこと言うもん。俺いつもいいこと、お酒飲んでもいいことしか言わないもん。あれ、そうだったっけ。大体人の悪口は8割程度よ。え、ちょっと待って。そう、それはただ公共には言わないだけで、でもなんかでも本当多分そこだよ、もう悲しい、一番悲しい、ここ2年ぐらいで一番変わったことだと思う。日本人の人たちの心のいつも持ってたあのオレンジ色のなんか温かみのある、うん、なんかゆとりがないのが寂しくなってね、うん、なんかあれをどうにかしたいな、ね、本当に皆さんもね、まあちょっとの時間ね、本当に、まあ、FM 議論はずっと朝からいろんな番組やってると思うんですけどもね、30分でもいいですから聞きながら、うん、ちょっとゆとりを広げられるように ね、はい、していければなと。そして人の心にゆとりとか、ちょっとでも笑顔をなんか作れるようなお手伝いさせていただければなと思いますので、皆さんもぜひ我々に心の余白と笑顔をいただければなと思います。じゃあ一曲いきましょう。早く紹介して。あ、ラルクアンシェルでミルキーウェイです。ラルクいいな、確かに。 俺ラルク振り見流したのか、スノードロップ以来のこの曲知ってる。確かに選挙の街頭演説みたいなことをそうなんです、俺本当に最近ね、こういう、もうほんと俺妄想したいんだもん、明るい社会の、うん、何したいって。妄想したい。じゃあだって俺、人間が動物と違うのは、うん、想像したものを形にできるから、うん、だから想像は想像できると思ってる人だからさ、うん、そうね、動物に想像力はないからな。そうなんですよ、想像は人間の基本で、うん、ね、だから新しい商品、こんなのあったらいいな、はい、こんな社会あったらいいなっていうところから始まるからさ、うん、だからみんなそう、いいことを、みんなだからいいことを言いまくれば言ったらいい、うん、ね、ポジティブ。そう、ポジティブ、ポジティブに、うん、なんだろう、未来を見て何ができるかとか、そう、そう、あとは人のいいところを見つめるとか、そう、できるだけそういったマインドでね、生きていくことができたらだいぶ社会変わると思うんだけど、本当になかなか、なんかそう、私もその Facebook で最近叫ぶ人とかたまに出てくるようになったから、うん、ちょっと危ない。見てよ、最近楽しくないの、みんな悪口やって、揚げ足取りばっかりが多いんですよ。それね、うん、俺揚げ足取らせたら天下一品なんだけど、それしないようにしてるんだから。そんなことするくらいだったら自分の何かを改善した方がいい、手っ取り早いですもんね。うん、ウルトラセブンのお話です。宇宙人が来て地球人が信頼に成り立っているから信頼を潰そうっていう、これ危ない。そう、うん、お茶、お番号ありがとうございます。ありがとうございます。パッチンさんから。このウルトラセブンのどの回だったんだろう、私多分聞けば分かるはず。敵の、でもこれそう、地球人は信頼に成り立ってるってもう過去の話なんだろうね。今はなんかそういう感じはしないもんな、全然。
多分これ日本人、当時の日本人のことなんだろうね、きっとね。いや多分地球人みんなそうじゃん、本当は同じ人間だもんね、はい、同じ人間だから同じ価値観が最初に基本あるはずなんだけど、どっかで忘れていくんだろうね。自分も伊藤さんと同じみたいなハッピーを届ける人になりたいんで。そう、そう、僕はハッピークリエイターなんで、はい、DJ を極めたいなと。めっちゃいいと思います。まあ、それぞれの形で、うん、まあ、僕はもうクリエイト、クリエイター、そう、想像を、そう、楽しいを形にが僕の人生のポリシーだから。僕はパリピを人生にしたいです。宇宙人と着台を議論する。あったあったあった。何だっけな。ありましたね。うん、私これあったわ。何だっけな。絵が出てくる。絵が出てくる。なんか白いのですね。あ、でもこんな感じのやつ。はい。うん、面白いね。いった。はい、1分切ったので、じゃあ1回マイクあげますね。はい、それでは8時30分から生放送でお送りしてまいりました沖縄ツーリズムラボエンディングです。ということで今日はザト出張のため、ゲストでですね、マキちゃんをお招きして、今日はたまにしかない真面目なお話をさせていただきました、はい、そうですね、はい、ではまた来週は、ね、ザトとお送りしてまいりますので来週もお聞きください。ということで皆さん良い週末を。今日は研究員の伊藤とマキとキャンシでお送りしました。おやすみなさい。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ああ、今日はテイストが違う。まあ、そうだったんだね。うん。そう、じゃあちょっと頑張るので。そう、今日頑張りましょうね。ありがとうございました。